こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、オーストラマゾンの電話番号、それと住所をね、ちょっと一覧にまとめましたんで、その解説というか、説明です。オーストラマゾンの、ね、このメルボルン一箇所で始まった物販倉庫ね、物販サービス。今やね、オーストラリア、第一の都市シドニー、それからね、北側で日本人にも馴染みの深いゴールドコーストとかの近くにあるブリスベン。それから西側でね、まあすごい発展著しい都市パース。まあこの、4カ所で走行できました。まあ、本社は、シドニーにあります。で、今度ね、ニュージーランド宛てに、まあ Amazon が商品を届けるというサービスもね、導入されます。まあ、そんな形で Amazon、まあ、着々と増殖中なんですけど、今日ちょうどね、本社の住所を教えてくださいという質問あったんで、本社調べて、まあ、そういえばね、本社とこう物流倉庫ね、一つにした記事、あるんですけど、こっちの新しいマニュアルでは作ってなかったなということでね、記事と動画を作りました。またね、初めて発送するときの発送の住所の書き方等は、ね、チェックしますんで。お気軽にご相談、ご報告、確認してください。Amazon、ね、着々と倉庫も増えて、ね、顧客も増えて、まあ、非常に伸びてますんで、まあ、どんどん商品を探してね、商品納品していきましょう。Amazon サポーター、堀秀夫でした。